おはようございます。おはようございます。さらしのナイス。タッチしよう。タッチはした。おお。お前。わあ、ナイスタッチ。あ、あと。ゼロから。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。どうしよう。うわあ、八、九、十。お前そっちかよ。3、13、あれ3じゃない？あと14、15、16、17、18、19、20、やべえ。これ4-2でこのルールでいったら絶対に同数にならないはずだ。だって1人来れないんだから。だけど要は同数になってるようなシチュエーションで例えばここに出して取られちゃうっていうシーンが多い。だから同数にならないように工夫しなきゃいけないね。だから例えば漢字が鬼でこういうシチュエーションの時にここで例えばこっち持ってって仲間がそこにいてそこの張ってる人間に例えば出してそこで取られる。でこれだと4、これだとこれ切り取ると2対2になっちゃうから、こうならないようにしなきゃいけないな。じゃあそうなった時に、最後回った時なんかは、やっぱここで、例えばこう持ってって、こう来た時に、例えばここもある。じゃあここ押さえに来る、りょうがここ押さえに来る、そしたら今度こっちが。だからそこをうまく使っていかなきゃ、絶対2対1なんだから。だからもしここまで来て、あ、出すとこないって思った時に、じゃあ例えば長田がここにいれば結局こうやって回避することできるわけじゃん。だって絶対2対1なの。だから狙いたくて狙うっていうよりはやっぱり状況を見ながらどこを選択した方がいい、あ、これダメだなと思った時一回やり直す、そういうシーンあっても絶対。もしかしたら3タッチか違う。よし、ボール持ってない人がやっぱりどこでボールをもらうか、寄るのか離れるのか。あ、ゴー。これだ、これだ。
ッシャーのある状態、強い。高プレッシャーのある状態。取んなくていい、これは取んな。これは取んな。これ取って。